こんにちは。整体ニコニコスタイルのです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みのあなたに改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日は横向きでしか寝れない人が仰向けで寝れるようになる方法ということでお伝えしたいと思います。大体時間にして2、3分でできるようになります。でですね、これをマスターしていただくことですね、横向けで、横向けだけで寝なくても良くなって、仰向けでも寝れるようになりますので、こう肩が内巻きに入ってしまったりする人とか、あと猫背が結構ひどい人とか、あと肩こり、首こりの人とか、頭痛ですね。そういった方にとっては、どうしても横向きで寝ないと寝れないという場合がありますので、ついつい横向きで毎日寝がちなんですね。そうしますと、どうしても肩が内側に入って、内側になると猫背になって、そうすると肩こりの原因になり、肩甲骨がこう引っ張られますので、肩こりの原因になりますし、背中が丸くなるということは頭が前に出て首ですね、ここが緊張しやすくなって首が凝ったりとか、首が凝ることで血液が流れなくなって頭の血液が流れなくなって頭痛になったりということが起こりますので、そういったことを解消するためにも横向きだけじゃなくて仰向けに寝れるようになるということがとても大事ですので、今日はですね、横向きにしか寝れない人ですねがですね、仰向けになれる方法ということでお伝えしたいと思います。ではですね、これはどういうことをしていけばいいかと言いますと、まず横向きにしか寝れない人というのは、背中がですね、こういうふうに丸くなっている傾向があります。丸くなっております。で、丸いから、ここで寝るとですね、ここがとても、この地面に当たるんですね。なので、本来であれば、例えば寝た時にですね、こうなって、こう丸くなってましたらですね、そしたらこう寝た時にどうしてもここの部分ですね、丸くなってここがとても圧迫されます。なので苦しいから寝れないんですね。だから横向けになると、横向けだったらこの丸いと関係ないんで、だから仰向けに寝れないという状態になってますから、根本的にこの仰向けに寝れるようになるためには、この丸くなってここが圧迫されているっていうのを解消してですね、しっかりこれがここがまっすぐにフラットになって平らになって、圧力をこの分散できるようになるということが大事です。ですので、そのためには何をしたらいいかと言いますと、これはもう万歳になります。万歳になります。こういうふうに万歳しますよね。この万歳になります。で、これはですね、一切ですね、一緒にやってみたいと思います。ということで、ちょっと寝転がってやりますので、こういう感じですね。はい、これがまず仰向けに寝てください。仰向けに寝た状態で、まずこれがもしこれちょっとしんどい方で、まず両足を立ててください。で、これすらできないという人は、今度ですね、また違う動画をお伝えしますので、そちらをやっていただきたいんですけども、これはまず仰向けにはなれるけどちょっと寝にくい方向けの方法になります。で、まず、足伸ばせる人は伸ばして、伸ばせない人は曲げてやってください。で、伸ばせる人は伸ばしていただいて、この状態でまずダラーと脱力してください。で、ダラーと脱力をしたら、こういう風にバンザイをしていきます。バンザイをするときは手は、この方向ですね、こうしないようにして、こうしたりしないようにして、この向きで手をこう上げていきます。で、上げていきます。ゆっくり上げてください。ゆっくりですね。で、上げましたら、もう一度下ろしてみましょう。これもゆっくり下ろしてください。で、どういう風に下ろすかという、上げ下ろしするかというと、この指先からレーザーが出てて、このレーザービームでですね、この、ずーっと空の彼方ですね、天井をこう通り越して、もうずーっと先の空の彼方をこう切っていくようなつもりですね。指先からレーザーが出てて、天井を通り越して、もう空彼方を切っていくようなつもりで、ゆっくり上げていきます。そうしますとですね、上げた時にぐーっとですね、体が、特にこの肋骨周り、ここがですね、ぐーっと伸びてくるのがわかると思います。ぐーっと伸びてくると思います。前側も伸びますし、横側も伸びますし、あと背中側ですね、後ろ側もなんとなくぐーっと伸びてくるのが分かると思います。これ、あえてもぐーっと力入れて伸ばさないからね、自然にこうレーザービームを出しながら、
遠くを切るようにやると自然に伸びていきます。はい、で伸びました。今伸びました。伸びましたら、こう伸びたのが、こう伸びたのがこう縮まないように、今まで縮んでたんですけど、縮んだのが今伸びましたから、伸びたまま戻したいんですね。そうしますと背中がこう丸くなっているのが伸ばされた状態になってますので、伸びたまま下ろしたいです。そのためにはまたさっきと同じように遠くの空を切るようにこう下ろしていきます。これゆっくりやってくださいね。早くやるともう縮んじゃいますので、ゆっくりやってください。こんな感じですね。はい、ゆっくりです。そうしますとなんとなくここが伸びたままで、なんだ、なんか息が吸いやすい感じもするかもしれないです。これをですね、繰り返しやります。まあ、最低5回はやった方がいいですね。ゆっくりですね。だんだんこの体が伸びてくると思います。さらに伸びてくると思います。で、前側、横側、後ろ側を伸びてくるのを感じながらですね、息は自然に息はしてください。またぐーっと伸びてくると思います。キュワーッと伸びてくると思います。伸びたまままた下ろしたいので、遠くを切るような意識を持ってですね、もう100万光年ぐらいかな、銀河系のずっと向こうを切るようなつもりでですね、慣れた人はやってください。はい、ゆっくりです。そうしますとまたここが伸びたような感じがして、背中がなんとなくベタっとした感じができます。そうしましたら OK です。してこなかったらこれをもう一度、もう何回かしてください。はい、してください。でそうしますとですね、立っていただくと分かるんですが、なんとなくこの胸がぐーっと引き上がって、なんかスッとしてて、なんか姿勢が高くなっているような感じがします。でそれぐらい体が伸びてきます。そうするとさっきね、背中がベタッとしてきて気持ちよく息もできるようになりまして、先ほど言いましたこの背中のですね、この背中の圧力が強い部分、これがなくなりますので仰向けに寝やすくなりますから、こういう形でやるようにしてみてください。そうしますとだんだんと仰向けが気持ちいいなぁと感じるようになります。そうすると気持ちいいんで、別に横向きになりたいとも思わないですし、仰向きで寝れるように自然になってきます。万歳してる間に、眠くなってきて、そのまま寝てしまったと。このまま寝てしまったということが、になってしまう人もいるくらい、体がこう伸びてきて、伸びるってことは緩んできますので、緩んでくるってことは副交感神経が働いて、深い眠りに入っていきやすい状態になりますので、この万歳エクササイズですね。遠くを切りながらやってみてください。ということで、次回はまた続きをお伝えしたいと思いますので、気になる方は下のところからチャンネル登録をしてみてください。ということで、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。